吉井町は岡山県中東部にあった町。町名は町の東部を流れる吉井川に由来する。町域は旧赤坂郡、岩梨郡の双方にまたがる。現在は赤岩郡他3町との合併により赤岩市となっている。2000年に土の子発見騒動があり、以来町役場に土の子探検隊が結成された。 土の古基金条例を制定し生態捕獲した者には2000万円の懸賞金を出すなど、町おこしを兼ねて土の古探索に取り組んでいた。岡山県の南東部、赤岩市の東北部に位置する。町の大半は山林が占めている。町の中心地の須西地区は吉井川の氾濫源でもある。主要な農産物は水筒、きゅうり、ぶどうなど。 地元で収穫されたブドウを主原料にしたゼ、ゼッサトワインが作られている。ゼッサト農村公園には、ワイン記念館があり、多目的広場、遊具などが整備されている。ひとし堀地区には、中世ドイツの農村や建物を再現した、体験型のテーマパーク、岡山農業公園ドイツの森、クローネンベルクがある。くつ地区には、400ミリメートル反射望遠鏡や、 視聴覚室など備えた、天文台、吉井流天天文台公園がある。標高470メートルの屋外観測場からは、瀬戸内海まで見渡せる。町内を走る、鉄道、高速道路はない。かつては、童和工業型紙鉄道が市内を走っていた。ありがとうございます。